現世での御帝十三体とエスパーダの戦闘が続いていた。源流祭の劇を受け戦いに赴いた八番隊隊長狂楽春水はプリメーラエスパーダコヨーテスタークと対峙する。当初は戦いに乗り気でなかったスタークだが、室賀やソイホンらの戦いぶりを見て本気を出してくる。アランカルの少女リリネットと融合し真の姿を現したスタークは狂楽に挑んでくるのだった。行くよ。かかれ。全米を閉じてここで叩き潰せ。いくさかれようと骨の一辺まで鉄壁とせよ。奴らに将軍ソサイティの父を一歩たりとも踏ませてはならぬ。やれやれ、刀はこぶねえ。気合の入った山人というとこっちまでさ。そうだな、これが片付いたら久しぶりに2人がそいつらの刀で呼んでやろうか。いやいや、凝ってるのは僕の刀なんだけどね。まあいいや、行こうか。どうしたぜ。はぁ、て、かげうに、はぁ、たかうに、そこかい。武将をな、たかうに、釣れないね。強いね、て、武将をな、そこかい、そこかい、て、て、こいつはどうだい、て、どうだい。優しいんだね。いや、だけど君こそ家に帰るんだ。君はまだ子供じゃないか。こんな戦場にいるべきじゃない。誰が子供だ。バカにすんなよな。て、武将をな。て、そこかい、そこかい。強いね。て、そこかい、そこかい。戦うに、そこかい、戦うに。武将の馬、どうだ。武将の馬、こいつはどうだい。て、て、そこかい。こいつはどうだい。て、武将の馬が折れるよ。こいつはどうだい。こいつはどうだい。さてと、行くぜ、リリネット。さてと、行くぜ、リリネット。せよ、しかとすんな。こい
おめえが協力的じゃねえのが悪いんだろ。大体その格好でどこが頭かなんて分かりゃしねえよ。そうだよ、動くな、走るな、捨てろ。おい将軍様、リネット捨てろ。いたたたたた、こいつはどうだい。こいつはどうだい。目が折れるよ。こいつはどうだい。何よ、そこかい。どうだい。骨が折れるよ。はぁ、蹴散らす。はぁ、戦うに。こいつはどうだい。はぁ、おい、せろ。こいつはどうだい。骨が折れるよ。派手な名にしてあまりちょろちょろすんのない隊長さん、みっともないぜ。君みたいなのが一番だと思う。やりづらいんだよ。どうもその手の銃、セロを撃てるんだね。ベトドメトイクでセロメトラジッタ。嘘が下手だよ。ここまで来て隠したってしょうがないじゃないんだよ。こっちにするからぜ。どうぞ。めんどくせえ解放までしてんだよ。何にでもあんたの素の血を見せてもらうぜ。リネットせよ。苦にするよ。おいしょ、何びっくりするよ。リネットせよ。いたたたたた、おいしょ、もらった、動けせよ。ウィソンウォーマン、目が折れるよ。本気出しろよスターク。ウィソンウォーマン、骨が折れるよ。随分と必死じゃねえか。こいつはどうだよ。らしくねえぜ。いい感じに下ろすぜ。らしさの押し付けは良くないね、エスパーダさん。それにらしさの話をするなら、らしさがないようなボトドメといくぜ。セロメトラジッタ、あんたは俺に似たタイプだと思ってたんだが。高尾にせろ。こいつはどうだい。くって、よそこかい。おいしょ、お前いいねって、せろ。てえらんで、せろ。苦にするよ。おいよ、たたたたたた、てえ苦にするよ。骨が折れるよ。はぁ、くって、よこいつはどうだい。よっ、おいしょ、お前びっくりするよ。おいしょ、よどうだ。おいしょ、なんだい、その技。まだそんなもん隠してたって。何も隠してたわけじゃない。ただこの子がそういう気分じゃなかっただ。なんでこんな強いやつと戦わなきゃなんねえんだ。弱いやつが羨ましかった。仲間や連中は皆俺たちといるだけで魂が削れて消えていった。俺たちは孤独から魂を二つに分けた。孤独から逃れる術はそれしかなかった。弱くなりたい。それが無理ならせめて俺と同じくらい強い仲間を。いたたたた、おい、わかった。こいつはどうだい。おいしょ、お前骨が折れるよ。こいつはどうだい。蹴散らす、そこかい。苦にするよ。ほらよ、リネット捨てろ。おいしょ、お前、ほらよ、苦にするよ。捨てろ。よ、そこかい。ほらよ、やった、動くな、やらしくないぜ。そろそろ派手にいっちゃうじゃん。こいつはどうだい。よ、そこかい。おいしょ、お前、よ、おいしょ、お前、逃げりゃ見逃すぜ。僕の加点胸骨の能力は子供の遊びを現実にすること。わがままなもんさ。どこへ行くのスターク。一緒に行こうぜ、どこまでも。竜によって勝ちを捨てるのは三下のすることさ。